韓国の女性5人組グループ、ルセラフィム。紅白初出場内定に、番組名を日韓歌合戦にしては、がネットで話題。内容はこちら。韓国の女性5人組グループ、ルセラフィムの紅白初出場内定への皮肉が話題のようです。では、城之内美奈さんのツイートより内容を見てみましょう。城之内美奈。番組名を紅白歌合戦から日韓歌合戦にしては、本それです。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。今年の紅白は、ここ最悪のひどさだな。受信料払ってやってるのに、こんなのやるな。NHK 紅白韓流歌合戦。いいね、どうせ見ないけど。どの道見ないけどね。視聴率がた落ち間違いなしでしょう。次はこちら。受信料なしでやって。受信料でやりたい放題。どちらにしても興味は持てませんし、普段テレビもほとんど視聴していませんが。NHK が国民から多額の受信料を取り、K-POP をもてはやし続けることは不快です。日本国民の受信料で成り立つ NHK の韓国語利用しだから問題なんですよ。次はこちら。日韓対抗歌合戦でいいです。勝敗で揉めて怒号が飛び交う年始が迎えられそうですね。売国反日 NHK だから、どこかのタイミングで韓日歌合戦にタイトル変更してきますね。本当にそうなりそうで、というか、実はそれが狙いだったりして、NHK の暴走。目に余るものがありますよね。最後はこちら。またわけわからんのが出てきたな。韓国アイドルからすれば、デビューしたら出られる便利な番組になってんじゃん。こいつら誰やねん。てか、もう日本の紅白じゃないし、受信料払う意味なくない？日本国民に K-POP を啓蒙していく外役組織。それが NHK。10月に日本デビューした5に続き、ルセラフィム。もうやりたい放題ですね。結論。紅白歌合戦に K-POP を起用したら、なぜ批判の声が起きるのか。それは、日本国民から強制的に徴収している受信料で成り立つ、日本の公共放送である NHK だからです。そもそも紅白出場歌手に関しても、受信料を納めている人にアンケートを取ってから決めるべきではないのですか？一体 NHK は、どのようにして紅白出場歌手を決めているのですか？もしかして、N 国の立ち話が言っているような方法で決めているということはないですよね？ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と、質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。